2024年8月12日、香港の東方日報がインターネット上に公開されている画像から、中国遼寧省大村寺にある造船所において、中国海軍として4隻目となる航空母艦の建造が始まった可能性があると報じたよ。東方日報が報じたところによると、画像からは建造が開始された艦隊の水船幅が40メートルはあると見られるとされ、これは現在偽装工事や試験航海が実施中で2025年までには収益すると言われている003型空母復権に匹敵するかそれ以上の大きさであり、この004型空母が中国初の原子力空母となる可能性があるとの見方を示したな。今回はそんな中国が4隻目の航空母艦の建造を開始した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この004型空母の建造については2024年3月に開催されていた中国全国人民代表大会において、海軍の代表を務めていた袁春聡海軍政治委員が香港メディアなどに対して、すでに建造中であることを認めた上で技術面では空母建造は順調に進んでいると付け加えたよ。この発表は、中国全国人民代表大会の中で中国が戦闘準備を強化及び防衛研究開発を進めるために、軍事予算を 7.2% 増額したことが発表された後に明らかにされたもので、コメントした袁春志氏は開発は順調に進んでおり、開発に関する技術的なボトルネックなどが発生しているということは全く聞いていないと述べ、記者からの建造が開始された004型空母が原子炉を搭載する原子力空母となるかどうかとの質問に対し、それについては間もなく発表されると述べるにとどめたが、004型空母が中国初の原子力空母になる可能性を含ませたんだ。中国海軍はこれまでに001型空母遼寧、002型空母山東、003型空母福建の3隻の大型正規空母を収益させたね。中国における空母建造計画は2004年8月に立案され、それは2030年までに5隻の正規空母を保有するというもので、最終的には2049年までに10隻の空母を保有してアメリカ海軍と肩を並べるというよ。中国海軍における空母第1号となる遼寧は、旧ソ連海軍が建造途中だったアドミラル・クズネツォフ級空母バリアーグを入手して改修したもので、1991年のソ連崩壊後は建造されていた黒海のセバストポリ軍港を手に入れたウクライナが所有するところとなっていたが、ソ連崩壊による独立の混乱や経済の困窮などによって完成させるために必要な予算の目処が立たず、スクラップ状態で放置されていて解体寸前だったな。アメリカ海軍に対抗するために空母の保有を検討していた中国がそれに目をつけ、バリアーグを海上カジノにするという名目で中国系企業にウクライナから買い取らせ、中国本土へ開港させた後は大連港に係留し、その間に中国海軍は船体構造を綿密に調べながら改修を行い、空母建造のノウハウを習得しながら2012年9月に空母として収益させたってわけだ。リアーグはこうして001型空母遼寧と名付けられ、基準排水量5万3000トン全長305メートル最大幅72メートルの、アメリカ海軍の原子力空母に次ぐ大きさの空母となり、艦首に発艦装置としてスキージャンプ台を持ち、艦尾に複数貼られた着艦用のアレスティングワイヤーにフックを引っ掛けて制動する。ストーバーショートテイクオフバットアレスティドリカバリーストーバー方式によって最大24機の固定翼艦載機を運用する空母となったぜ。そして、中国は次に遼寧で得た空母建艦のノウハウを活かしてコピーとも言うべき、中国初の国産空母として2019年12月に山東を建造して収益させたよ。山東は遼寧と同じくスキージャンプ台を持つストーバー方式の空母として運用され、艦体は遼寧よりやや大きい基準排水量5万5000トン、全長315メートル、最大幅 75.5 メートルとなり、搭載機数も36機に増え、アメリカの原子力空母と比べれば戦力的に劣るものの2隻の正規空母を保有することになったね。この2隻の運用実績をもとにして、中国はさらに3隻目の空母建造に着手し、2022年6月17日に3型空母復権を進水させたんだ。
艦は中国海軍の空母としては3隻目であるが、建造を最初から国内で実施された空母としては2隻目であり、コピーではなく独自に設計された空母としては初めての純国産空母だぜ。艦隊規模は推定で基準排水量7万8000トン満載排水量 80.000 トン以上とされ、全長320メートル最大幅40メートル飛行甲板最大幅76メートルの艦隊に搭載機数は40機以上になるとされ、遼寧や山東よりも一回り大きいだけでなく艦載機数も遼寧山東より格段に多く搭載可能となり、アメリカ海軍の原子力空母に次ぐ強力な戦力を持つ攻撃型空母になるものと見られているな。さらに福建には遼寧山東との大きな違いがあり、それはアメリカ海軍の原子力空母やフランス海軍の空母シャルル・ド・ゴールと同じく、カタパルトによって航空機を射出発艦させ、着艦には飛行甲板上のアレスティングギアに機体のアレスティングフックを引っ掛けて着艦制動する。キャトーバーカタパルトアシステドテイクオフバットアレスティドリカバリーキャトーバー方式の空母として誕生したことだぜ。しかも福建の飛行甲板上に3本搭載されたカタパルトは、ニミッツ級原子力空母やシャルル・ド・ゴールで採用されていて運用実績のある蒸気式カタパルトではなく、アメリカ海軍の最新型原子力空母であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母に世界で初めて搭載された、電磁式カタパルトであるとの中国側の発表に世界が驚かされたね。リニアモーターの原理によって航空機を射出する電磁式カタパルトは、これまでの蒸気カタパルトと比べて航空機の機体に合わせた射出速度の微調整が可能であったり、エネルギー効率が良かったりなどの利点が多く、アメリカのみならず、イギリス、ロシア、インドなどの空母保有国でも開発が進められているが、その運用には膨大な電力を必要とするためこれまでに実用化に成功したのは膨大な発電量を誇るアメリカの、原子力空母ジェラルド・アール・フォード級原子力空母の1番艦ジェラルド・アール・フォードと2番艦ジョン・F・ケネディに搭載されているだけなんだ。西側諸国のメディアや軍事専門家の多くは通常動力型空母の福建では、3本の電磁式カタパルトを運用するだけの電力を確保できないとの見方を示す中、中国側はその声を打ち消すかのように、陸上基地での射出テストを経て電磁式カタパルトの実用化に成功したとして、福建に搭載したカタパルトから艦載機を発艦させることにも成功したとしているのであるが、それを裏付ける証拠となる動画や画像はこれまでに公表されておらず、成功したかどうかについては懐疑的な見方が広がっているらしい。インターネットや SNS では福建は次の原子力空母建造に向けた電磁式カタパルト運用のための試験艦なのではないかとする見方もあり、電磁式カタパルトによる発艦に成功したものの電力不足によって連続発射ができない可能性が高く、それでも日本などへの威嚇と抑止には十分効果があるとする声があり、中国の SNS 上で福建のカタパルトに当たる位置から何かを発射している様子が捉えられた動画が公開されるなど、何らかの形で試験が進められていることは間違いがなく、今後中国から福建のカタパルトに関する情報に注目が集まっているぜ。また、中国はすでに原子力潜水艦を自国で建造できる技術を保有していることから、水上艦艇用の小型原子炉の開発に問題はないと見られ、建造が開始したと伝えられる004型空母が中国初の原子力空母となる可能性は高いらしい。いずれにしても、004型空母が福建の姉妹艦となる通常動力型空母なのか、あるいは中国海軍初の原子力空母となるのか、それにより東シナ海及び南シナ海のみならず西太平洋におけるアメリカ日本を犯すと、中国との海軍戦力バランスが大きく変わることは間違いなく、日本の対中国戦略にも大きな影響を与えるとされているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。